元町百段公園は横浜市中区山手町にある公園である。元町の裏手の高台にある小さな公園で円柱のオブジェとベンチ、大きな桜の木がある。公園の名称はかつて元町から丘の上に通じていた石段、元町百段から名付けられたもので、入り口には石踏みが建てられている。現在は元町からは 百段跡のやや東の大観坂から分かれる高田坂の階段が元町百段公園に通じている。眺望は北に開け、山下町方面を一望できる。五福島神社の抹社で、かつては旧横浜村の海辺にあった浅間神社は、1859年の横浜港開港後の開港場整備に伴い、住民が元町に移った1860年に、 山手の丘の上に移された。その際に、雲城諸子用船の船頭である貫次郎が、元町の前田橋の先から浅間神社に、まっすぐ登る石段を寄進した。石段は101段あったことから、百段坂や元町百段と呼ばれ、親しまれた。丘の上には、浅間神社の祠のほか、港を一望できる見晴らし台や茶屋が設けられ、多くの日本人や、 巨流外国人が訪れた。1923年9月1日に発生した関東大震災で、石段は崩落し、丘の下の数十軒の家屋を押しつぶし多くの犠牲者を出した。その後石段が再建されることはなかった。元町百段を忍ぶ者として、1987年に浅間神社後に元町百段公園が開園。1991年に、 元町商店街に完成した商業ビルは百段館と名付けられた。元町百段に関するカテゴリー、ありがとうございます。